は結婚していた意外な芸能人。皆さんこんにちは。イケメン美女がたくさんの芸能界、この人素敵と思っていたら、実は既婚者だったということもたくさんあるみたいです。今回は実は結婚していた意外と知られていない芸能人をご紹介します。どうぞご覧ください。鈴木亮平さん、2011年に結婚を発表し、4ヶ月後には女児も誕生していますが、ブレイクのきっかけとなった2014年の NHK 朝の連続テレビ小説花子とアンよりも前に結婚していたことから、報道が少なく独身と思っていた人もいたようです。相手は大学中の2003年頃に知人の紹介で知り合い、8年交際したウェブ関係会社に勤める9歳年上の一般女性だそうです。あんな男気があって素敵な旦那様がいたら鼻が高いですよね。ジミー大西さん、1997年に元マネージャーの椎本真由美さんと結婚しています。1996年に番組の企画で絵画の才能を見出され、吉本興業所属のまま画家になりました。画家として修行にいたスペインで個展の誘いを受けますが、交渉する能力がなかったため、マネージャーだった椎本さんをスペインに呼びました。椎本さんが帰国しようとした日はスペインの習慣である昼休憩シエスタで、午後3時頃の商店、企業、観光庁は休業しており、もう一泊することになりました。そこでジミーさんは自宅に鍵がかけられる空き部屋があるからと部屋を貸しましたが、その部屋の鍵は高価で簡単に開けられるもので、ジミーさんは夜な夜な部屋に入っていったそうです。椎本さんが帰国後、寂しくなったジミーさんはお願い倒して結婚に至りました。子供が一人います。結婚から12年後テレビに出てるのにモテないのは顎が出ているからだと思い至り、150万円かけて顎ラインを5ミリ削る整形手術をしています。しかし奥様はかなり大人物で、とある古典のタイトルである挑戦と革新の意図を問われると、奥さんがつけてくれたタイトルなので僕に聞かれても答えづらい、僕がこんなタイトルを思い浮かぶわけないじゃないですかと、ジミーさんを完全にコントロールしている様子がうかがえます。絵画作品のタイトルもほとんど奥さんが考えていると、結婚生活15年の共同作業を明かしていました。森山未来さん、2010年テレビドラマモテ期放送前の3月に入籍し、10月には子供も誕生しています。相手は音楽を通じて知り合った年上の一般女性です。金太郎さん、2015年12月テレビ制作会社勤務で3歳年上の男性と結婚していました。2016年1月結婚会見の数日後に出演したバイキングで、番組共演者がここにいると発言し、バイキングのディレクターだと判明し、エンディングに一瞬映っています。歌広場純さん、イケメンが好き、女性には興味がないと公言していましたが、2008年に出会い2014年から交際していた元メイド喫茶店員黒崎エリカ芸名と2016年に結婚しています。自身でもメイド喫茶をオープンさせるなど、メイドが大好きなみたいです。満島ひかりさんと相良いつきさん、満島ひかりさんは主演を務めた映画川の底からこんにちはの監督石井裕也さんと1年交際し、2010年に結婚していますが、2016年に離婚しています。その後元夫の石井さんは2016年の NHK 連続テレビ小説トトネーちゃんでヒロインの高畑充希さんの妹役だった女優相良充希さんと2018年に再婚し、子供も誕生しています。石井さんは離婚した際、女優は気が強くてダメと周囲に語っていたそうですが、演出脚本を担当したドラマ乱反射で相良さんを指名し、そしてその後交際1年足らずでできちゃった婚されています。ちなみに石井さんは満島さんとは2歳差ですが、相良さんとは12歳差です。
年の差も気にならないくらい素敵なのでしょうね。僕もそんな美人さんと付き合ってみたいです。いかがでしたでしょうか。最後は愚痴が入ってしまいました。ご感想をお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。